アダムスピークとは日本の競争馬である。馬名の由来はスリランカの聖地名アダムスピークから、主な勝倉は2011年のラジオニッケーハイ2サイステークス。阪神競馬場の芝2000メートルの新馬戦でクリストフルメイルを安状に迎えてデビューし、2番人気に支持され、後続に2馬身反差で勝利した。次のラジオニッ2歳ステークスでは、 道中を先行し、直線で馬群を割って抜け出し2着のゴールドシップに一番新反差を付け優勝し、デビューに連勝を飾った。3月4日の弥生賞に一番人気で出走。道中後一位追走も直線で伸びきれず8着に沈んだ。4月15日のサツ賞では先段追走も直線で失速し、しんがり18着と大敗した。 その後、微出血を発症したことが分かり、ダービー出走を断念することとなった。秋は、神戸新聞杯から指導する予定だったが、9月に、クッケン,ンを発症、長期休養に入った。1月の大阪山特別で、約1年9ヶ月ぶりに復帰。復帰4戦目の千万条件戦で、ラジオ日経杯以来となる勝利を挙げた。その後、再び足を痛め、 2015年3月5日付で競争馬登録を抹消された。引退後はノーザンホースパークで乗馬となる。ありがとうございます。